東北東から望む。中央右の二方のうち、左が東三籠山、右が西三籠山三籠山は、群馬県神奈町、藤岡市にある山である。通常は西三籠山と東三籠山の二方を指し、広義にはこれにおどけ山を含むことがある。南側帯の鬼にほ層に属し、主に中世代樹楽の玄武岩から編成した緑色変岩からなる。 一部に枕状葉岩も見られる。特徴的な丸みのある山葉は、これが比較的柔らかく風化されやすいためである。山頂付近まで杉が植林され、これと落葉紅葉樹林が混在する。西見かご山の山頂付近は大の字に刈り出され草地となっているため、日光木杉やアヤメなどが群生している。熊や鹿、イノシシ等が生息する。冬は乾燥しており、 雪が降っても、寝雪となることはない。路面は凍結するため、鬼鉾スーパー林道は、冬季閉鎖される。鬼鉾スーパー林道から登るコースが、一般的。西三籠山の登り口には大きな鉾のモニュメントがあり、駐車場、トイレがある。また、関東ふれあいの道群馬版、コースに、渓流を下る道を逆行し、終点の藤岡一蔵並川の妹が、 谷不動村から石上峠で東三籠山西三籠山へと登るコースもある。ありがとうございます。